はい、どうも、スタッフ健太です。今日は10月の31日月曜日ですね、Vlog スタートとなります。沖縄まであと残り2週間。早いものでですね、今年も残りあと2ヶ月というところで、先週末もですね、全国各地で沖縄に向けた練習会が開催されておりましたが、2日前だったかな。ツイッターを見ていたら、スタートリストがですね、アップされておりましたね。ツールド沖縄のスタートリスト。はい。まあ、過去ですね、レースのリザルトから、ゼッケンがこれ割り振られている形となっているんですけど、2019年に私が参加した時にはですね、私が42位というですね、成績でしたので、で、今回426番という風になっておりました。で、市民210キロのですね、スタートは、401番から順番に番号が割り振られているような形となっているんですけど、まあ、私も、まあ、そこそこ早いゼッケンではありますが、前回ですね、これトップ50ぐらいに入っていた選手の中で、今回ですね、参加しなかったという選手が多いことになってますね。まあ、42位だったのが、まあ、要は26番手というような感じなので、それだけ十数人ですね、210キロに参加してないという形となります。まあ、それか、別のクラスにですね、参加されているか、というところですかね。で、沖縄のですね、これレースでは、ゼッケンのですね、早い、50人までが、各レースのですね、スタートちょっと早く並ぶことができたりなんかするんですけど、まあ、例えば市民210キロの場合、エントリーリストがバーって出てて、401番の、高岡さんから450番までの選手がですね、スタートの順番を優先的に並ぶことができます。まあ、それなので、まあ、401番から450番の方まではですね、いつもゆっくりと、準備して、だいたいまあ、スタートのですね、10分から15分前ぐらいになったら、前にですね、ちょっと整列していたりなんかするんですけど、まあ、今回もですね、スタート前まで、まあ、集中力を高めながら、レースの準備をですね、バッチリ、やっていこうと思います。市民210キロは300人ぐらいですかね、という参加者となります。で、140キロとかね、100キロとかの、スタートリストをチェックしてみたら、もうね、早い人だらけ。結構E1JPT 関連の方々がですね、これまた210キロ、140キロ、100キロにですね、うまくなんか、割り振られてるような感じがありまして、私自身結構いろいろ、今年のリザルトもチェックさせていただいたりしてるんですけど、140キロのですね、方がもしかしたらちょっとね、かなりバチバチなるんじゃないかなと思っております。あと少し頑張っていきましょう。はい。さて、今週はですね、たくさん入荷商品がありまして、非常に使い勝手の良い、私も使用している大きめなですね、ソフト携帯ケースの再入荷ですね。この中に、ちょうどジャージのポケットに入るサイズなんですけど、この中にパンクの修理の道具をすべて入れているというやつですね。それと、あと、秋冬物のアイテム。そして、セラミックプーリーですね。カーボンドライジャパンのセラミックプーリーなどが入荷してきております。で、まあ、この週末ちょっとバーっと出ちゃったんですけど、またですね、追加させようと思っております。で、オンラインショップの方ですね、の方に、追加しておるんですけど、リンクの方はこの動画の詳細欄の方に、ありますので、チェックしてみてください。で、なんかね、ここ最近人気なのが、エネ餅なんですよね。固形の補給食の中ではですね、これスポーツ羊羹と肩を並べるぐらいに人気のエネ餅なんですけど、まあ、ゆっくりとですね、これエネルギ変化するパラチノースというですね、ものが配合されておりまして、エンデュランス系のレースだとか、ロングライドではですね、最高の補給食となっております。で、味はですね、これ3種類ありまして、くるみ餅、そして塩味、そして甘酒味というね、この3つになっております。どれも美味しいので、ぜひお試しください。ツールド沖縄でもですね、これすごい人気の、商品となっておりますので、固形の補給食も取っていきましょう。さて、今日のお話なんですけど、私がですね、ここ最近感じていたシューズの違和感に関して、もしかしたらちょっとね、ソックスのサイズだったかもなんていうちょっとお話をしていきたいと思います。実はですね、この土日も、お客様のですね、シューズの試着の際にですね、自転車用のソックスを持参してくださいという感じで、呼びかけていたので、自転車用のソックス持参していただいたんですけど、そのですね、ソックスのサイズがですね、ワンサイズ大きなものを着用していたというところで、シューズの中でですね、これソックスにシワができちゃっておりました。で、私もですね、ここ最近感じていたシューズの違和感が、実はこれなんじゃないかなと思っておりまして、沖縄にですね、向けた練習で、この10月、毎週のように600キロから700キロぐらい、走ってるんですけど、なんかね、足がほっそりしてきたりなんかして、足のですね、大きさもなんかちょっとちっちゃくなってる感じもあるんですね。年齢による老化というところも考えられるんですけど、私ですね、これデフィートというですね、メーカーのソックスを使用しておりまして、世界最速ソックスと呼ばれております。こちらのですね、ソックスと、あと、夏用のですね、薄いソックスがあるんですね。この2つをですね、主に使用しておりまして、サイズはですね、M サイズをですね、着用しておりました。で、M サイズがですね、これが、一応25から27だったかな。そのぐらいのサイズ、なんですけど、私のシューズの大きさが 25.2 センチ、シマノのですね、40というサイズなんですけど、足のですね、これ実測のその数値がですね、24.5 から 24.7 センチぐらいなんですね。ちょっと左右でちょっと違いがあったりなんかするんですけど、なので、シューズの大きさは 25.2 をチョイスしております。で、この測定ですね、1年ほど前に、測ったものなんですけど、もしかするとそこからですね、少し足が小さくなったかもしれないんですけど、ここ最近ですね、ソックスのサイズ感が少し大きいなと感じることが多くなっておりました。で、シューズの中でですね、なんか少し足が動くなという感じというか、なんかボアをしっかり締めてても、なんか違和感が取れませんでした。で、数日前にですね、実はワンサイズ小さいソックスを履いてみたら、そのシューズの違和感がですね、取れまして、ジャストフィットみたいな感じになりました。はい。で、シューズを選ぶ際にはですね、ソックスのサイズもしっかりとチェックして、サイズを合わせてくださいというですね、ことですね。はい。ちょうどデフィートのサイズがですね、これ M サイズが25.0 と27までみたいな感じで、こちらのソックスを着用してたんですけど、S サイズのですね、表記が23から25ぐらい。というところで、こっちの方がですね、私のサイズには合ってそうなところですね。足の実測を測ってみた方がいいかもしれないです。シューズに合わせるよりね。で、私のようにですね、ちょうど、サイズ感がちょっとギリギリなところの場合は、そのソックス自体が伸びる素材かどうかっていうのを確認していただいて、結構伸びる素材であれば、ワンサイズですね、小さいものをチョイスした方がよろしいかもしれません。まあシューズのサイズもソックスのサイズもですね、大事な感じなので、そこもチェックしていただいて、自転車専用ソックスをですね、しっかり着用しましょう。ということで今日はですね、サクッと自転車用ソックスのお話となりました。先週のですね、練習は一番今年乗ったかなという1週間でございまして、721キロ。獲得標高はですね、8665メーターアップというところでですね、今週1週間で、まあどこまで上げられるか。最後の1週間はおそらく、ちょっとね、高強度のインターバルメニューで仕上げようかなと思っておりますので、まあそこからいざ沖縄へというところでございます。あとシーズンオフまで少しですね、頑張っていきましょう。それでは、10月31日月曜日ですね、またアップします。